はいどうも。では今日も早速世界史の授業を始めていきましょう。前回はですね、宗教改革のお話でした。まずはドイツで始まっていったということでしたね。カトリック教会のブチギレたルターから始まっていきましたと。で、これが、 広まっていって、スイスでも宗教改革が起こりましたと。カルバンという人が予定説というのを唱えて、商工業者に受け入れられながらカルバン派が広まっていきましたと。資本主義が始まっていった、元になっていたとも言われてますね。という感じでですね、今までにはなかったプロテスタントと呼ばれる新京都の人たちが現れたという話でした。ではその続き。 を今日は勉強していきますすでですね今日の内容は、はい、イギリスで離婚したくて宗教改革みたいなところから入っていきます。イギリスでも宗教改革が起こってくるんですけども、ちょっと前回とは経路が違うぞということなんですね。そう え、宗教改革といっても、このルターとかカルバンみたいにですね、教義の内容とか信仰の問題で起こったんじゃないよと、カトリックのやり方にちょっと不満が溜まって、えー、というのはまあ一緒かもしれないんですけども、完全に市場から始まったということなんです。どういうことやねんというのを見ていってみましょう。はい、まずこの人がですね、 え、始まりの本端ですね。嫁さんのキャサリンがなかなか男の子を産んでくれへんということで、ああ、離婚したい。言うておりますのんが、このイギリスの当時の国王でした、ヘンリー8世という人ですね。この人から始まっていきます。さあ、どうなるでしょうか。えっとですね、キャサリンのこの次女、メアリー・ブーリンという人と、このヘンリー8世は関係を持っていました。次女っていうのは、要するに、まあ、お世話係みたいなもんやと思ってください。と、 関係を持っていました。いわゆる愛人関係みたいなやつですね。で、さらにさらにこのヘンリー8世ですね。はい。気づけば、そのメアリーブーリンの妹のアンブーリンにまでちょっと手出していっとると。なかなかやりますね、この人。はっはーんという感じで。が、しかしと。えー、このアンはですね、メアリーと違いまして、愛人となることを拒否しましたと。正式な結婚を求めたんですね。愛人になるなんて嫌っていう感じです。 皆さんご存知の通り、カトリックの結婚式というのはこんな感じですね。この人と、障害、この人を障害妻とすることを誓いますかはい、誓います。みたいなのを見たことありますよね。はい、こういう感じですんで、離婚するっていうのはですね、神様に行った誓いを破るということになってしまいますよね。なので、基本的にカトリックでは離婚禁止なんですよ。だから、ヘンリー派生は離婚したいなぁ。 でもできへんな、んていう、まあ、状況です。はい。嫁さんのキャサリンも当然別れたくありません。なんせね、この王妃というポジションを失ってしまいますからね、離婚すると。で、実はこのキャサリン、おいっ子がカール5世、前回出てきました、神聖ローマ皇帝なんですよ。はい。なので、カール5世はキャサリン・おばさんの当然味方をします。はい。ということで、カール5世教化に圧力をかけていきます。絶対にヘンリー世の離婚認めたあかんで、というふうにですね、えー、バシバシいくわけですわ。 はい。ということで、離婚認められません。はい。そこでヘンリー8世はですね、考えました。そしたらもうカトリック教会なんか抜けてやる。言うてですね、はい。これからは俺がトップの独自のオリジナルの教会を作ると。こういうことを言い出したわけなんです。はい。というわけでですね、国ごとカトリックを辞めてしまったというね、えー、規模のね、違いがすごいですよね。 さすが王様という感じで。はい、そうです。ヘンリー8世は国王なので、ルターとかカルバンみたいにですね、布教活動を地道にする必要がないと。もう俺がこうする歌こうなんねんということですからね。というわけで、イギリス国民全体を信者にして、新しい教会組織を作ったのであると、こういうわけなんです。はい、ほんで、これを定めた法律が、国王市場法、通称主張法というやつですね。 で、これによって、もう皆さんもうイギリスはカトリックやめますというふうになりまして、新しく教会を作っていくと。それがイギリス国教会というやつですね。で、この国教会のボスを国王が務めるっていうふうな宣言を出したわけです。さてさて、改革の展開としましては、ということで、もうカトリックじゃないんやから、うちらは。 お前らカトリック教会の土地はもういらんないうことでもらってくぞ言うてですね、えー、教会が持ってた土地とかを没収したりで、修道院も廃止みたいな感じですね、財産をどんどん没収、えー、していったわけですわ。で、それを貴族であったりとか、ジェントリー。ジェントリーっていうのは、まあ、貴族よりは下のくらいやけど、えー、土地持ってる地主みたいな感じですね。まあ、お金持ちはお金持ちなんですけども、えー、あとあ、とそれから商人とかにもですね、えー、その 募集した財産とかを渡したりしましたと。こんな感じです。ちなみに、ヘンリー8世のその後の話なんですけども、ヘンリー8世めでたくですね愛人やったアンブーリンと結婚します。しかし、生まれてくるのがまた女の子と、男の子欲しいのに言うてましたね。でも女の子が生まれてきちゃう。ということで、 どうしても男の子、王子が欲しかったヘンリー八世はまた別の女性に目移りしてですね、他のところに行っちゃうという感じ。しかも、この邪魔になったアンブーリンをですね、処刑してしまうというなんとも鬼畜な王様であったということなんです。結局この人、死ぬまでに6回結婚、そのうち2人を殺してしまうアンブーリンも含めてね、っていうとんでもない男だったよというお話なんですね。 いや、怖い怖い。はい、ほんで、ヘンリー8世が、えー、亡くなった後ですね、男の子一人生まれておりまして、この子がエドワード6世として、えー、王様になります。で、これがヘンリー8世の3番目の、えー、妻との間に生まれた男の子やったんですけどもね。 で、この子、9歳で王様になるんですけども、残念なことに16歳で病死してしまいまして、これでいよいよ、あの、後継ぎの男の子がおれへんと、男子おれへんやないか、というふうになってしまいます。はい。ほんでですね、女性の王様が誕生するということなんですね。女王ができますよと。イギリス史上最初の女王がこのアンリー、あ、ちゃちゃちゃ、メアリー一世ですね。はい。このメアリー一世は、ヘンリー八世の最初の嫁さん、キャサリンの子供でしたよ。 で、この人はスペインの王子フェリペ、後の王様になるフェリペ2世と結婚します。すごい権力者なんですね。で、このメアリー1世自体は、もうちっちゃい頃からずっとカトリックやったので、 ヘンリー8世がね、イギリス国教会なんていうのを作ったりしましたけども、カトリックを復活するぞというのを目指していろいろやった人物でもありまして、で、この人はですね、イギリスをもう一度カトリックの国にしようと反対する人らをかなり処刑していったというお話が残っておりまして、あんまりね、人気がないと、イギリスでもそういう人物になっております。 はい。なので、ついたあだ名がブラッディ・メアリーと、えー、血のメアリーとか血まみれのメアリーみたいな感じですかね。日本語にすると。そんなあだ名がついております。ただ、このメアリー一世もですね、即位して5年で病死してしまうと。 ほらね、在位期間も1553年から58年とたった5年しかないですね。残念ながらそこで亡くなってしまったので、このカトリックに戻すぞっていうのもちょっと中途半端な状態で終わってしまっております。で、次の王様もまた、えー、女性ですね。女王エリザベス1世が即位。これは有名人ですね。女王と言ったらエリザベスと、えー、言っても過言ではないぐらいの人物ですね。 はい、この人はヘンリー8世とアンブーリンの子、あのね、宗教改革のもとにもなった人物でしたね、これ。メアリー1世の腹違いの妹にあたりますよ、と。で、この人、はい、スペインの無敵艦隊アルマダを破ったことでも有名になります。これはね、また後々の授業で登場してきます。 はい。ほんで、もうちょっとエリザベス一世のお話続きます。カトリックとプロテスタントの宗教対立が続いていた、イギリスをまとめ上げた、ということでも評価されております。はい。どうやってまとめたんでしょうかというとですね、統一法というのを発布しまして、礼拝や儀式などを統一して、イギリス国教会、これを確立させたと。だから、カトリックっていうのがね、ちょっと復権仕掛けたところでもうううるさいと。これで行くんじゃ、言って、このイギリス国教会っていうのをもう明確に形作った。 そういう人物です。はい。で、しかもこの人長い気もしましてですね、50年近く女王のポジションにいてたということなんですね。はい。エリザベス1世はですね、生涯結婚しなかった人としても有名です。で、有名な言葉にですね、まあ、ほんまニュータンがどうかはちょっと怪しいらしいんですけど、私は国家と結婚していますみたいなことを言うたと。えー、英語の文章ではこんな感じですね。I have already joined myself in marriage to a husband, namely the kingdom of England. というような言葉が残っております。はい。イギリス国教会はですね、どんな感じやったんでしょうというと、まあ、ほぼカルバン派っぽい感じやったと。ただ、ちょっとした違いもございました。司教制は維持したというふうに、えー、書いてますね。司教制、前回出てきましたね。教会内の身分制度のことですよと。カトリックはね、 あの、教皇っていうのがトップにいてて、その下に大司教っていうのがいてて、みたいな感じで、こう階級がね、えー、細かく決まっておったんですけども、まあカルバン派はそんなんはいらんというふうにしてましたけども、イギリス国教会はその司教制は残してました。まあなんせトップがイギリス国王なので、まあそれはなくならんよねという感じですね。でちなみに、えー、イギリスではカルバン派のことはピューリタンというふうに呼ばれました。聖教徒とも言いますね。 はいえー、前回の地図でも見ました通り、えー、こんな感じで、えー、フランスでは遊具の、で、イングランドではピューリタンみたいな感じでですね、えー、各地で呼ばれ方は違いますが、まあみんなカル軽はないと思ってください。というわけで、前回から、えー、カトリックはもうクソやと、やってらへんということから始まっていきました宗教改革、やったわけなんですけれども、 さすがにですね、カトリックはこれに危機感を覚えまして、いやいや、このままやったらちょっとやばいなというふうに、教会も思うわけです。ということで、今からの話はですね、カトリックの、まあ、言った反撃、巻き返しの話です。はい、それがですね、対抗宗教改革というやつでして、まあ、宗教改革に対抗していったと、もうほんま、そのまま文字の通りなんですけれども、これの内容を見ていきましょう。はい、まあ、反撃と言っておりますけどね、もちろん反省も、 したよと。まあ、確かに良くない部分もあったよねというのはですね、えー、反省をしていきました。ね、えー、教会の内部でもですね、だいぶちょっとなあなあになっているところもあったしと、良くない部分はちゃんと改めましょうと。そういうね、えー、反省もなされたと言います。で、えー、会議が開かれます。トリエント公会議。これはですね、どういう意図で開かれた会議かというと、最初の方の目的としては、新旧両派の仲直り。だから、カトリックとプロテスタント。 ちょっと争い出してるけども、なんかよくやっていこうや、みたいな感じのね、えー、それを目的にした会議やったんですけども、新教の側、要するにプロテスタントの方がですね、たびたび出席を拒否しましたと。お前らと話し合うことなんてないわ、っていう感じでですね、断られるわけです。やから、カトリックの方もですね、ちょっと逆ギレしまして、もうそれやったらいいわ。自分たちだけでやるし。っていうふうになりまして、 はい。そこからはですね、旧教側の対抗宗教改革のための会議になっていきました。要するに、カトリックをどうやってもう一回盛り上げていくかっていう対策会議ですね。そういうふうになっていったわけです。で、この会議の決定事項をいくつか見ていきましょう。はい。まずは教皇の市場権を再確認しました。市場権。要するに、教皇が一番偉いよね。やっぱり。っていう感じ。そういうのを確認していきましたということと、 それから、えー、腐敗の防止を図りましょうと。まあ言うてね、えー、ちょっとね、調子乗ってた部分あったわねと、怠けすぎな部分もあったよねというのを改めて再確認したと。あとこんなんのもあります、えー。禁書目録の作成。要するに、こんな本は読んじゃダメよと。よくないからねと。 いう、まあ、思想統制なんかもやっていきました。えー、他にもですね、えー、宗教裁判所の強化というのも行っております。要は、あの、一応最後の括弧にもなっていますが、魔女狩りというのを盛んに行うようになってですね、えー、競技と違う人、異端な人物とかをですね、えー、どんどん処分していきました。まあ、よくあるのは、あの、火炙りの刑とかですね、生きたまんま焼かれていくみたいなのが、えー、結構これを境に増えていったとも言われています。数万人単位ですね。はい、これも、ま、思想統制の一つと。 ということですね。さらにさらに、イエズス会。これ聞いたことあるよね。これもこの時にできます。はい、これを、イエズス会を作っていったのが、スペインのイグナティウス・ロヨラという人。はい、この人は超重要人物ですので、覚えて帰ってくださいね。はい、この人が、はい、皆さんもご存知の有名人、フランシスコ・ザビエル。 らと協力してパリで作った組織ですね。これがイエズス会。まあ名目としてはですね、プロテスタントに対抗してカトリックの布教をもう一回広めていこうと。 いうことで作られていった組織ですね。なので、日本にザビエルが、1549年1号、よく食うザビエルさんで覚えてますけども、やってきたのも、この一環としてやってきたよと。カトリックはいいこともしてんねんで、っていう。もう一回ちょっと盛り上げていこうや、っていうね。この PR 活動の一環として、ザビエルも日本にやってきたと。こういうところでね、日本史と世界史が繋がってくるんですね。このイエズス会の おかげもありまして、カトリックはですね、だいぶ勢力を回復していきましたと。もしもこのイエズス会頑張ってなかったら、もっともっとヨーロッパではですね、カトリックがこう落ちていって、プロテスタントが盛り上がっていってたというふうにも言われるぐらいですね、えー、そんぐらいちょっとやばい位置にいたんですけども、イエズス会頑張ったよと。 いう感じです。はい。さらにさらに、これラストですね。もう、えー、宗教改革の影響といたしまして、えー、カトリック教会の普遍的な権威が由来できましたよと。要するに、それまではもうカトリックっていうのがですね、もう逆らうことなんて許されないような、もう最強のね、えー、存在やったわけですよ。王様とか皇帝とかよりも上にいた時もあったぐらい、教会というのはものすごい、 力を持ってたんですけども、そのカトリックの権威っていうのがちょっと落ちてきたよと。ね。そのきっかけにもなっております。宗教改革がね。カトリックの力が落ちてきたことによって、カトリックと、それから新しく出てきたプロテスタントの争いも激しくなっていきます。いろんなところですね。宗教戦争、宗教が元になって起こる戦争というのが起こってきますよと。これもまた後々ね、えー、たくさん出てくるので見ていこうと思いますが。はい。こんな影響が。 ありま,すまあこれもね、カトリックがもう一強やったら、こんなこともそんな起こる必要はなかったんですけども、カトリックが落ちてきたことによって、他の力が出てきて、それと争うようになってきた。みたいな感じですね。はい。というわけで、大航海時代、でルネサンス、そして今回の宗教改革、というふうな出来事がですね、重なり、起こってきたことによって、ヨーロッパの社会っていうのはもう確実に変わってきたと。まあこういうね、ちょうど転換点のお話を今していると。 思ってくださいはい、そしたら、えー、確認で、えー、3つほど見て終わっていきましょう。はい、最初に出てきた人物ですね、えー。離婚問題からカトリック離脱を行ったテューダー帳のイギリス国王は誰でしたかはい、ヘンリー8世ですね。次。 1988年にスペインの無敵艦隊アルマダを破り、99年の統一法でイギリス独自の教会体制を確立した女王は、女王といえばこの人と言いましたね。はい、エリザベス一世。ラスト。イエズス会の初代総長で、元スペインの貴族、軍人とは誰でしたかと、ザビエルを誘ってイエズス会を作ったこの人といえば。はい、イグナティウス・ローラ。 で、ございました。はい。そしたらね、まだまだちょっと休校期間は続いていきますけども、<laughs> えー、頑張って勉強も進めていってください。ではまた。